中年オタッキーです。ようやく風邪も治ってまいりまして、まだちょっとね、引きずってる、疲れを引きずってる感じですけど、まあ疲れって言ったら今週仕事がハードすぎてね疲れてるのもありますけどね、走行距離5000キロを楽勝で突破してしまったんで1週間でですよ。まあこの仕事結構そういうの当たり前にあるんですけどね。はい、で今日はね、前回の予告通り、映るんですの紹介になってまいります。でね、いつもはそのカメラを持ってねこう触ったりするんですけど、今日は残念ながらね、映るんですよ現像に出したら帰ってこないんでありません。まあそんなわけでね、ちょっと本編スタートしていこうと思います。映るんです1600なんですけども、まあ、ISO1600、これスペリア1600のフィルムなのかな。でシャッタースピードがね、200分の1、絞りがなんと F14 で固定されている、ということでね、まあ言ったらその手ぶれとかに強いと、あと絞りが14まで絞ってあるんで、フォーカスがね、80センチから、無限遠まで、パンフォーカスっていうね、とんでもない距離のパンフォーカスを実現してるみたいですね。で、近接撮影はちょっと今回やってないんですけど、まあ、ほとんどがね、その家族の写真に使っちゃったんで、まあ、作例も今回ちょっと少ないんですけどね、長男がちょっと出てきますけど、それで、本当はね、紹介するつもりあんまなかったんですけど、結構綺麗に撮れてるんでね、映るんですってね、30代後半ぐらいの方からは、初めてのカメラ、という人が多分ね、多いと思うんです。で、僕が映るんです初めて見た時は、ちょうどいつか忘れちゃったんですけど、初代映るんですをね、一度だけ使ってね、初代は映りが良くなかったんですね。で、撮影状況もかなり限定されてましたし、フラッシュもついてなかったんでね。で、それからずっとずっと長いこと使ってなくて、で、最近使って、おお、すごいじゃんって思って、まあびっくりして、まあ動画作ってるわけなんですけどね。で、今これ1600点もないのかな、あるのかな、ちょっと、この、ホームページの内容ではまだ売ってるのかな?いや違うわ、出荷終了しましたって書いてあるわ。やっぱりもう1600は売ってないんですね。フィルムがねどんどんなくなっている現状でね、その映るんですのね、ラインナップもまあフィルム多分これスペリア1600がなくなったんでしょ。で自動的にその販売終了になってしまったという感じなんですかね。映りは非常にいいんです。とりあえずね、作例を紹介してまいります。この作例なんですけどね、ご覧いただければわかるようにね、海の中に入ってこれ撮ってます。で、こういうね、デンジャーな状況でもね、で、別に落として壊してもね、そんなに痛くないんで、こういうチャレンジな撮影ができました。で、最後の写真はね、逆光でね、フラッシュを焚いて、ちょっと印象的な写真にしようかなと思った、写真になります。ちょっと余ってたんでね、ちょいちょろっと撮ったんですけども、はい、今日の作例なんですけどね、ちょっと作例の、紹介方法を変更しまして、いつの間にかね、動画編集アプリに動画の上に動画を乗っけれるっていう、なぜか写真は乗っけれないんですよ。だから紹介するときに、その乗っけるときに動画を作んなきゃいけないっていうことで二度手間になってるんですけど、ちょっと今回からね、作品のね、作例を、紹介する方法をちょっと変えております。はい、作例どうでしたか。なかなかだと思うんですよね、これ。本当にね、鼻くそみたいなレンズが、ついてるんですけども、このレンズでこの写りかみたいな、やるなぁと思いますね。本当にね、昔の写るんですわ、って感じでね、解像度もめちゃめちゃ低かったですし、ね、その、
露出アンダーになってたりとかオーバーになってたりとかいろいろあって、良くなかったんですけどね、今のは良くなりましたね。ただ1600、これ映るんですよね、ハイスピードっていうのはもう、入手できないということで、違う映るんですを買うしかないということになりますね。残念なことです。はい、今日のね、カメラ紹介なのかな、これはカメラ紹介なのかな、はこの辺で、終了いたします。でね、いつものように、視聴者様の写真を紹介していくんですけど、動画の間隔は狭くなっておりまして、今回のエントリーは3名ということでね、まずはね、1としきゅうさんの写真を紹介してまいります。はい、一都市九さんの写真を紹介してまいりました。このね、1枚目の方の写真なんですけどもね、花を撮っておられるんですけども、花の方にね、露出が引っ張られて影の方は映ってないんですけど、それがこの写真をね、かえって引き立ててるように見えますね。で、もうピントもドンピシャで合っておりまして、解像度も抜群だと思います。いい写真になってますね。でもう一枚の写真の方はね、逆光で撮られてるんですけど、結構ね、フレアが広がってましたけどね、いい感じの雰囲気で撮れてると思いますね。データはね、ニコン EM AIS ニコール28-85ズームですね。で、フィルムがアクロス100、これラストのアクロス100ということですけど、なんかもうすぐ発売されるらしいですね、新アクロス。ぜひね、またね、新アクロスで撮って、写真を送っていただければと思います。はい、一都市九さんの写真は、ここまでで。次はね、ミッシェルさんの写真を紹介してまいります。はい、ミッシェルさんの写真ですけどね、日常のね、スナップをね、送っていただきました。このちょっと1枚目だけ紹介しますけどね、トリップ35でコダックゴールド200で撮られているということでね、緑が非常に色で発色してますね。これね、お天気もいいですし、影とね、光がね、交錯して綺麗な写真になってますね。はい、もう一枚の方はね、軽トラックナンバーがね、ちょっと消し方がわからないということで、私がね、ちょっと適当に消させていただきました。かなり適当ですけど、すいません。まあこんな感じでね、トリップ35をね、非常に綺麗に写ってます。コダックゴールド200の発色もなかなか相性がよろしいようで、かなりいい写真になってますね。はい、次が、サファイアさんの、写真を紹介してまいります。はい、サファイアさんの写真なんですけどもね、これエッフェル塔のふもとか、ふもとっていうのかな、で、家族連れの人たちがね、遊んでる写真ね、今ちょっと表示してますけども、これすごい楽しそうなね、雰囲気でね、いる人たちがね、もう全部外人でエッフェル塔とか写ってるんでね、貴重なね、海外の、スナップ写真をね、また送っていただけております。で、もう一枚の方はね、ロンドンですね、2階建てバスが写ってるロンドンになりますね。僕海外って言ったらね、本当に行ったことがないんでね、ちょっと羨ましい限りなんですけども、私もいつかね、海外にいてね、スナップ写真撮りたいと思います。カメラが、ミノルタ α7700i で、レンズが α2885、F3.5 から 4.5、 フィルムが富士クローム100リバーサルフィルムということになっております。はい、今日の、視聴者様のちょっと間違えそうだった、写真の紹介以上になります。どうだったでしょうかね。今日の動画はね、
カメラもね映るんですということで、視聴者様の写真もね少なかったんで、ちょっと短いものになりましたが、まあ普通はこんなぐらいの長さが普通なんですよね。で今回の動画ちょっといろいろテストしてます。まずね動画編集アプリを変えました。うるさい車が出てた。動画編集アプリを変えました。なぜかっていうと先週ねそのノイズが入るようになった。プチッ、プチッっていうノイズとかグロロロってノイズとか、いろいろなノイズが入るようになったんですけど、どうもねその動画編集者は撮影アプリ、マニュアル撮影アプリの方がね iOS13 に合致してなかったみたいで、で 13.1.2 を入れてちょっと調子悪くなってて、で他にも調子が悪くてそのデザリングが使えなかったりとかしたんで 13.2.2 に上げたらいよいよ調子が悪くなって、まあ、使い物にならなくなったんで、ちょっとマニュアル撮影アプリを変更してますんで、ちょっともしかしたら違和感が今回あるかもしれませんけど、今後これを使っていくことになると思います。それでまあ来週ですね、もう今週の動画はこれでおしまいになります。来週なんですけども、いろいろネタ転がってるんですね。EOS55 ですか、撮った写真も上がってますし、でこいつも取り上がったんですね。 OM10 ですね。レンズは2種類使いました。でこいつも取り上がったんですね。現像まだですけどね、この2つは現像まだですけど、でまあいろいろねネタが入ってきても、ちょっと現像上がって気分で、動画を作っていこうと思います。で、最近ね撮ってるカメラ、これリコーダーがね36枚撮りのカラーでなかなか進んでないんですけど、他にもねいろいろ動いてます。これね、これヤシカエレクトロ、35MC っていうね可愛らしいサイズで、ペンと比較してもねほらもう遜色ないぐらいちっちゃいんですけど、これで本格的な 35mm カメラで、動いてますし、非常にね注目してるカメラ、これタロン35、これも撮ってます。で先日、ツイッターでね、紹介しましたこれ、オリンパスのペン D ですね。こいつもね修理がうまいこと言ったんでもうフィルム詰めちゃいました。他にもねこいつでリバーサルで撮ってたりとか、これ EOS1N ですね。いろいろ撮ってます。他にも、これペトリ35、じゃあペトリ35じゃ、ペトリコンピューター35、他にもむちゃくちゃ動いてるんです。一眼レフカメラもいっぱい動いてるんですけど、あんまり動かしすぎてね全部がちょっとずつしか進まない状況になってて、うんって感じなんですけどね。まあ来週はねオリンパスペン EE3 か、オリンパス OM10 か、それとも EOS55 か、ちょっとオリンパス付いてますね。オリンパスのカメラ結構いいんでね、僕オリンパスのカメラはこの動画を始めるそのちょっと前ぐらいにねトリップ35で始めたんですけど、今までなんで知らなかったんだって感じで、もしね使ったことない方がいらっしゃれば使った方がいいっすよ。まあそんな感じで今日の動画は終わりたいと思います。また来週になります。最後まで見ていただきありがとうございました。で、この辺にね、チャンネル登録ボタン出てくると思うんですけど、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。あと、他にもね、動画のリンクつけておきますんで、お暇な方は、お付き合いください。それではまた来週。さよなら。